い、ゼロス、どうやって運ぶんだ？ああ、とりあえずこっちこっち。まんまと罠にはまったな、愚か者が。愚か者だってよ。ゼロス君、ドジです。俺さ、しんぴ。お前たちは、レアバードを。はっ！今度こそ、貴様をもらい受けるぞ、ロイド。くそ！おや、ユアン様ではありませんか。なぜこのような場所に？あのおばさん、どこかで見たことが。それは私のセリフだ、プロネーマ。貴様たちディザイアン、衰退世界を荒らすのが役目だ。私はユグドラシル様の勅命にコレットを追っておりました。こちらにお引き渡しくだされ。よかろう。だが、巫女を渡す代わりにロイドは私が預かる。そやつに関しての命令は受けておりませんので、ユアン様のお好きになされます。行くな！無駄なことよの。心を失った巫女にお主らの言葉など届かぬぞえ。なんとクルシスの奇跡にこのような粗雑な要の門とは愚かじゃのう。このような醜き者取り除いてくれようほど。やめて！これはロイドが私にくれた誕生日のプレゼントなんだから。声が出た。コレット、元に戻ったのか。あれ、みんなどうしてそんなところに入ってるの？だから、あんな子供騙しの要のもんでクルシスの奇跡が抑えられるわけがない。へえ、やるじゃないのロイド。なんていうことか。しかし所詮は粗悪品、長くは持つまい。さあ、とにかく来やれ。離して。どうしよう、壊しちゃった。おお、やるな、コレットちゃん。俺も落ちそう。それでこそコレットだよね。相変わらずね、悪夢がよみがえるよ。コレット！ロイド、あのね、プレゼントありがとう。嬉しかったんだけど、本当に嬉しかったんだけど、あの時はどうにもならなくて。いいよ、そんなの。二人とも、後ろ！こしゃくな、覚悟欲しい。わらわを愚弄せし罪、償ってもらおうぞ。いらうがよい、はい、愚か者め。そうだ、ファインドエイド！センクーラッパ！
旋光線マジ旋空レッパーパッ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 こんな下船な輩に早く帰りましょう。ちょうどいい。イワン、貴様ともここで決着をつけてやる。クラトス。貴様、何をしに来た。退け、イワン。ユグドラシル様が呼んでいる。ミコを連れて行くのか。いや、一時捨ておく。例の疾患だ。そうか。ロイド、勝負は預けたぞ。あいつも天使だったのかい。行くぞ。待て、イワン。お前は何をしているのだ。何？わざわざ時空を飛び越えテセアラまで来て何をしているのだと言っている。それはコレットを助けるため。ミコを助けてどうなる。結局二つの世界がマナを搾取し合う関係であることに変わりはない。ただ再生の儀式によって立場が逆転しただけだ。テセアラは衰退し始めてるのかい。まだこの世界からも救いの塔が見える。あれが存在する限り、ここはまだ繁栄時代にあるということだ。もっとも、ミコがマーテルの器となった暁には、テセアラも繁栄時代に別れを告げることになるだろう。くそ、どうにもならないのか。この歪んだ世界を作ったのは、ユグドラシルなんだろう。ユグドラシル様にとっては、歪んでなどいない。どうにかしたければ自分で頭を使え。お前はもう間違いないのだろう。ああ、やってやる。互いの世界のマナを吸収し合うなんて愚かな仕組みは俺が変えさせてやる。せいぜい頑張ることだな。思い出した。あのプロネーマってやつ、アスカード牧場の投影機に映ってたやつだ。じゃあディザイアンじゃないか。クラトスが邪魔しに来たし、やっぱりディザイアンとクルシスは同じ組織なんだね。ユアンもクルシスと関係がありそうね。ああ、混乱するな。要はあいつらまとめて全部敵なんだよな。ええ、レネゲードに対しても油断は禁物ね。ねえ、コレット、声以外も元に戻った。ちゃんと感覚とかあるの？うん、大丈夫みたい。みんなありがとう。心配かけてごめんね。すごく久しぶりにお腹も空いてきた気がするし。そうか。羽はまだ出るみたいだけど。そうか。やっぱり俺様が見込んだ通り。コレットちゃんは笑ってると断然可愛いぜ。あなたはゼロスさん。おお、俺様のことちゃんと覚えててくれたんだな。同じ巫女同士仲良くしようぜ。よろしくお願いします。さてどうしましょうか。とりあえずコレットの心は取り戻せたのだから、無理にシルバランテに帰らなくてもいいのだけど。決まってる。この後コレットみたいなミコを出さないためにも二つの世界を同時に救う方法を探すんだ。うん、そうだね。シーナとも約束したもんね。コレット、プレセアはいつまでも連れ回してたらかわいそうだよ。私帰りたいです。そういえば、あのケイトってやつにプレセアちゃんを会わせないといけないんだろうな。でも、グランテセアラブリッジはもう通れないんじゃないかしら。そうだね。メルトキオに私の仲間がいるんだ。その力を借りてみよう。でも僕たち、反逆者なんでしょ？メルトキオにだって入れないんじゃないの？
そいつは俺様に任せとけ。メルトキオは俺様の庭みたいなの。よし、頼むぜゼルス。オッケーオッケー、どんと頼まれちゃうぜ。さあ、俺様の犯人たち、メルトキオへ出発だ。コレット、どうしたのロイド。おかえり。